はい、皆さんこんにちは。今回は任天堂スイッチの体験版、桃太郎電鉄昭和平成令和定番やっていきたいと思います。まあこれも今ワールドが出てるから結構前の体験版ではあるんだけど、桃電はなかなかな、一人でやるのは辛いからな。さあどんなもんかと、一人3年はできるから確か3年決戦。してますいいですか。これ4人絶対4人で戦闘あかんのかな。あ、やっぱ4人やないとダメなんか。結構鬱陶しいな。コントロール、あ、なるほど、変更するなしできるんか。あ、無理やな、このままで。4人おったら結構待つのがうざいんだよな。これは桃太郎社長か。いいです、まあ、試しにやってたからね。一応読み込み中、ここ結構長いんよな確か。4月、だどこからだ。豆鬼選手、ガキ選手。それでは、あの1億円もらえるんだ。どこだ、金沢、東北か。あ、違う、東北は行き過ぎか。6、素晴らしい。これ確か赤はマイナスだからこっちにしとこう。変わんとこ。あ、なんか0円あった。精霊カード帳消しにしてくれるんか。じゃあモードもらっとこう。オッケー、コンピューター、やった、1。うわ、1億も倍になってるし、数使いやがった。うわ、3しか出んかった。最悪、いや最高。まあ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 いい。糸か、糸井川。顔1000万単位か。コンピューターこれがな、2倍とかにできればいいのに。まあまあいい。ベビーキューラーカード、なんだそりゃ。1、ダビングカード、なんだそりゃ。ダビングスロングカード1、ナイス。5、よくない。君がすべてカード、なんだそれ。うわ微妙。金だけにしとこう。やった、2。あ、一緒。
お殿様カード良さそうなカードだな。最悪。うわ、どこマイナスばかりやん。あ、480万か。まだよかった。少ない。カード。必ずそこか。あ、着いた。やったぜ。派手な演出。むちゃくちゃお金もらっとる。貧乏まだ貧乏なのね。次はどこだ。札幌か。いいですよ。たらもうダメなんだ。知らんかった。結構買ったな。貧乏マイナス。買った分だけ損。ヘリコプターで飛ぶんか。でも南の方行ったら損や。大損だ。札幌やろ。トピックス大人気。おお、嬉しい。臨時収入最高やん。最悪。1000万は全部買おう。1個買おうか。外れ。ブブー。7か。結構まあまあいいやん。飛行機めっちゃ増えたやん。青ってなんだ。プラスか。微妙。1。かわいそう。関東の方に来てる。なんかグラフィックがちゃんとなんか空飛んどるようになっとるね。40億とかあるし。プラスか。貧乏。ぶっ飛びカードが消える。1。よし。これ何？これワープできんやん。
小松買ったよな、さっき。やっぱり。オーマイガー。ビンボビンボ。1やった。札幌まで39マス。もしかして、お、これ嬉しいな。これまで45マス。急行カード。あ、俺か。何でもいいからくれ。ボンビー飛びかけなくなったっぽい。すげえ、こいつ1ばっかりでよるやん。6、よし。あ、舞鶴カード使った方がいいんじゃん。これでもどんなゲームかは見てる人大体分かってもらえると思うから、そろそろいいような気も。あ、来た。さあどれだ。赤ちゃんかや。ダメやな、赤ちゃんは。なんじゃ。決算。当然1位や。ガキ社長0円はかわいそうやな。体験版データをセーブします。え、終了で本編で使えるってこと。マジか。まあまあ、ある意味でもまあちょうどいいっちゃちょうどよかったのかもしれない。あ、これでも結構一人でやっても面白かったぞ。ちょっと本編欲しいと思った。しかも今やったらワールドじゃない方やから、中古で買うとしても安いんじゃないかな。はい、ということで桃太郎電鉄スイッチ版体験版ちょっと遊んでみたけど、結構面白かったというか、続きがやりたいなと思ってしまった。これでもワールドじゃない方やったら結構安く売ってるかもしれない。今でも今だったらちょっと欲しいなと思いました。よかったらコメントや感想を聞かせてください。ありがとうございました。